はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト3、前回の続きからね、やっていこうかなと思うんですが、ゾーマの城来てます。まあ、いよいよ最終かな、といったところです。やっていきますか。はい。回復はいいかな、とりあえず。さあ、行きましょう。お？これ何でしたっけ？まだよね、でも。お、違いますね。進んでこいと。お、ゾーマ来た。我が生贄の祭壇？そうなん。うん。ゾーマいいね。かっこいいですね、ゾーマね。慣れたよ。お、キングヒドラ？あ、連戦でしたっけ？キングヒドラさっきの、まあ、前回の動画のね、さっきというかね、続けて撮ってるんでね。オルテガと戦ってたやつですね。さあ、行きますか、じゃあ。まあ、これは、そうですね。まあ、バイキルトぐらいでいいかな。キングと、ビアンカですね。にバイキルトするぐらいで大丈夫かな。260。まあ、余裕かな、これで。まあ、フバーハとかもね、あるんですが、そこまでする必要ある？賢者の石で追いつくやろ？余裕で。ルカニー、クラウナーちょっとルカニーぐらいかけたったじゃん。あー、効かんか。まあ、わかんないですけどね。さあ、こんな感じで行きましょう。これで余裕ですよね。賢者の石さ、ありがたいですね。まあ、スクルトもいらんかな。賢者の石だけで十分。オルテガこいつに負けたん頼むって。お、150下げましたね。いいですね。パパスの時のパターンとは違うからね。全攻撃いこうか。 OK、 キングヒドラ撃破。3050。お、進めますね。さあ、行きましょうか。誰だ？あ、バラモスブロスか。おったな。バラモスブロスね。どうすっかな。これもね、でもそんな、どう？もう強くなりすぎたんだよな。正直。まあ、行きましょう。まあ、補助だけかけておこうかな。あ、でもそんなに通んないっすね。うん、そんなに通らんね。そこ強いね。道具、まあ、賢者の石で、で、まあ、ルカに打っとくか。ほい、よっしゃ、300。かなり下がりましたね。イオナズン、まあ、イオナズンはね、まあ、痛くはないですね。で、攻撃。お、3回攻撃。344。強すぎるやろ。一応、魔法トーン打ってみようかな。うん。おお、効かなかったっすね。そうかそうか。終わった、オッケー。まだおるか。お、バラモスゾンビか。そうかそうか、バラモスゾンビもおるか。バラモスゾンビ、そうやね。まあ、ルカに、バイキルト、バイキルトかな。オッケー、行きましょう。バイキルトね。180。弱い。もう弱いっつうのは分かった、こいつは。戦っていきましょう。普通にね。オッケー。オッケー。159？ いや、結構強いじゃん。マジか。ダメージ受けますね。そうなん。じゃあ一応スクルトかな。よし、オッケー。倒せ。あー、なかなか
強い。全員攻撃。うん、なかなかあれでしたね。強かったっすね、こいつは。来たぞ、61。まあ、あまり伸びないですね、能力の方は。ベホマラはこの辺で撃っとくか、適当に。よし。さあ、ボス戦、来ますね。光の玉持ってます。一応ね、持ってきてます。光の玉なしでもね、倒すことってこれできるんですよね。ちょっとあれやな。行きましょう。光の玉なしでも挑んでみたい。けど、今は普通に行きます。まずはね。さあ行こう。キングよ、何故もがき生きるのか。うん。滅びこそが我が喜び。こいつもなかなかくせもんやね。さあ来い。よし、ちょっとね、この BGM を聞いとくわ、俺は。行きましょうか。まずは光の玉ね、使って、で、こいつね、いてつくはどって使ってくるんですよね。確か。結構使ってくるので、まあ、バイキルトと、あと何やったかな、凍える吹雪やったかな、輝く息ってやったっけ、ないよね、この時は。だから凍える吹雪やね。だから、フバーハやな。確かこれぐらいでよかったと思う。はい、行きましょう。OK! 行くぜ。まあ、これはライバルズとね、一緒ですね。これで、はい。バリアがね、まあ、剥がれて、その前はね、なんかいろいろ耐性も高かったりとか、攻撃力も高かったんかな。で、この音楽よ。よし。いや、嬉しくなるな。最近ライバルズもやってますからね。最近というかもう、リリースされた日からやってるんですが、まあ、よく聞いてましたからね。まあ、最近ちょっとね、ゾーンも減ってますが。さあ、行きましょうか。じゃあ、フバーハかけたね。フバーハかけた。正直防御でいいんだよな、もうこれ。防御でいいんですよ。270、180。あ、メラゾーンまで行けばよかったな。そう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 。OK。そうっすね。メラゾーンまで行けば、いいわ。あ、こいつでも、バイキルトかけたね。さあ行こう。そう、メラゾーンは連発でも行けましたね。そういえば。光の玉使った後に。ゾーマはね、レベル上げてなくても、正直楽だったと思います。メラゾーマどうやろ？ちょっと使ってみようかな。メラゾーマ、はい、行こう。どう、メラゾーマ167か。凍えるフブね、クバハさえ覚えてればね。あ、やっぱそうだね、イケツカードね。オッケーオッケー。ただイケツカード打ってくれたらさ、正直助かるよね。フバーハはかけといた方がいいですね、でもね。はい、フバーハかけときましょう。ケンちゃんの石もさ、強すぎるよね、ちょっとね。いてつく波動にさ、時間かけてくれるから、ターンを消してくれるんでね。これ、ありがたいよね。フバーハ行こう。ダメージはね、与えてますからね、それでもコツコツね。123ね。バイキルト。ゾーマの攻撃133、キング90、うん、ほぼほぼ受けんわ。あとはじゃあどうすかな。175あれば落ちることはないと思うけど、バイキルト、ビアンカにかけましょう。はい、行きましょう。吹雪余裕。
よ。賢者の石ですね。で、こいつはメラゾーマで攻めようかな。はい、行きましょう。余裕があるときはメラゾーマで。さあ、メラゾーマ。161。48、68、60、44。賢者の石と、まあ、プラス、いいかな。こいつもベホマラ使っとくか。はい。行こう。行け。凍てつカードがいいね。凍てつカードいいですね。使ってくれてね。なかなか助かるよ、正直。まあ、こいつは、まあ、とりあえず賢者の石だけをね、まあ、ひたすら使って、まあ、フバハがやっぱ最優先かね、でも、ダメージ的に。いこう。フバハ。バイキルト。オッケー。ここいる吹雪ね、ほとんど効かないですからね。で、つく波動か。そうやね、バイキルトで、クイーンは、まあ、とりあえず賢者の石で、まあ、フバーハかな。はい、これでいきましょう。でバイキルトね。すげー消してくるな。いきましょう。バイキルトでいこうか。もう一丁バイキルトいこうか。クバハかけてないです。まあ、ちょっとそのままダメージ受けてみようかなと。おー、イケツカードしてくるね。クバハなしだとこれくらいですね、ダメージ。大して受けんねん。バイキルと、クバハいらんな。バイキルでいこう。いきましょう。さあ、まずはバイキルト。バイキルト。いてつく波動ね。メラゾーマ押しの方が早いね、絶対これ。バイキルト。いや。攻撃、攻撃。バイキルト2発いこうか。はい、これでいきましょう。OK。順番もいいね。先に唱えてくれてから攻撃ね。よし、OK。ゾーマさん、お疲れ様でした。うん、再び。よし、ゾーマ倒しましたね。さあ、世界を救ったぞ。崩れ落ちる脱出。ほほほほ、おお、こんなでしたっけ。うん、動かすことはできるね。ただここってさ、マジここから。またイベントが進む。まずい、走れ。これはどっちだっけ。そっちか。敵はもう出ないですかね。これは、はい、こっちですね。よし、脱出しよう。はい、こっちですね。こっちこっち。 OK、 出た。空の上の、 OK、 戻りましたかね、これで。戻りましたね。よし、敵も出ないと。あとはララトーグに行けばいいかな。
はい、行きます。おー、倒したよ。よし、じゃあ城に行ってみますね。これはもう城行きましょう。さあ、救ったぞ。戻りましたね、ここも。やっぱドラゴンクエストさ、やっぱここから始まるっていうのありますよね。そしてこの音楽ね。おっと、みんな揃ってますね。ちょっと先に、まずはさ、やっぱ女の子に話しかけとこ。この奥の女の子も気になるよね。体が勝手に踊り出しちゃう。みんないいね。さあ、行きましょう。オッケー。大臣。お、勝手になった。よし。大魔王ゾーマを倒した。そしてよくぞ無事に戻った。心から礼を言うぞ。お、別の世界に通じていた穴は閉じてしまったようじゃがやって。誠の勇者か。そなたにこの国に伝わる誠の勇者の証、ロトの称号を与えよう。で、この誠の勇者の証っていうのを手に入れて、なんか誠の勇者の証を手に入れたらさ、あれ何個ぐらい前の動画やったかな。竜王、王女のとこかな、うん、あ、ここで光がさ、なんか、指し示してくれるでしょうみたいな言ってたとこあったと思うんですが、そこですね、今から行くのは。はい、今回はね、これで、まあ、とりあえずはラスボスまでは終わったということで、はい、まあ、今回ね、終わるんですが、まだ、ドラゴンクエストのね、実況は続けます。まだね、終わりじゃないんですよ。ここからが本番。ということで、やっていきたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。